地震があって津波注意報がどういうの？地震があったって。呼んできてください。どうせ向かった。この辺二人座れるくらい空いてます。あと一着。VIP出てる。それでいいの？それで。はい。その冷蔵庫電源入ってます。いた？はい、じゃあ皆さん大変お疲れ様でした。朝早くからどうもありがとうございます。じゃあですね、こちら
乾燥症っていうのが私の。その場で立ち上がって私が今私に行きます。まず阿部哲夫様。はい。パチパチ。はい。平瀬様。あ、はい。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、アイス様。はい。はい、お疲れ様です。後で送りますから送りますから送ります送りますからここに置いてくる。そしてどうせ10月15日来るんだ。はい、で、今日ですね、ちょっと朝、俺がちょっととちっちゃいまして、皆さんの距離ストリップメーターを記録してここまでの距離を測って、で一番距離入った人を表彰しようと思ったんですけど、私ど忘れちゃったんで、朝ティラミガオミが来てるからね。で時間だけ本当俺トリップ見れるかな、うん、まあまあいいんだ、うん、でとりあえず時間だけで今日は表彰したいと思います、はい、で今日秘密の設定タイムっていうのを小舟さんが決めまして、うん、6時間40分今誰じゃ誰6時間40分で一番近いのが小笠原です。早いんだ。はい、2年と2ヶ月ぶりのゴールゴールで優勝です、ね、はい、じゃあ小笠原さんと前の方に来ていただいて、6時間40分だったね。はい、じゃあ第2回オマドリーアリスクラリー賞状優勝6時間50分小笠原恒則です。どうも。あなたは第2回大間崎アイリジプラジーにおいて秘密の設定時間に最も近いタイムで見事に完走されましたので、これを称します。大間崎アイリジプラジー実行委員会を小舟です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続いてが私、株町ロマンの方から、と、あと優勝、小笠原さん、どっちがいいですか。あ、俺いや、こっちですよ、エースだから無理。あ、メス、こっちです、うん、こっちがいい、こっちこっち、あ、こっちがいいです、うん、あ、じゃあこっち、ありがとうございます。じゃあ、エースが浜田さん、ここは浜田さん、あ、浜田さん浜田さん、ほら負けるってのは重たいですよ。ただエースだってからいいから、あ、じゃあ、やってますね、はい、で、これ3つしかないんですよ。で、俺個人的にこれ日畑さんと佐々木さんにあげたいので、いや、いいんじゃない、いいと思います。第2期勝利で、1個だけ破ったんで、これはじゃんけんで、女性陣はちょっと置き換えて、男性陣だけ、はい、はい、いきますよ、最初はグー、はい、じゃんけんぽい、あ、アイスゴリ、あ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 、だって、あ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 、そう、あ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 、最初はグー、最初はグー、じゃんけん、あ、あ、もう一回、あ、ねえ、あ、ねえ、あ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 、じゃあ2人で、俺が最初はグーじゃんけんぽい、あの、あいこでしょ、あ、もう一回最初は、最初はグーじゃんけんぽい、あい、あいこさん、ありがとうございます、ありがとうございます、これもありがとうございただきます。で、創業をですね、小舟さんから一言。じゃあ、常。はい、お疲れ様でした。はい、また来年。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもどうも。松本帰ります。
ゆっくりはいらないです。いや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 。勘弁してください。1時間半ぐらい。そうだね。ね。半から40分ぐらい。うん。どうだ。どうだどうだ。コンディションはコンディションだからな。うん。見えない。いいな。で、でもまあちょうどいいよこの雨。見えねえってあのライト。見えねえ。一応ランプ持ってきたでしょ。そう。じゃあすいません、アキさんあっちで寝ましょうね今日ね。はい。多分布団敷いてくれるんで。トイレどこでした？奥がこんなトイレ。ちょっと見えないね、ライトないと見えないね、いやいや、あの一回行かないとちょっと分かんないな、ライト持ってってください、はい、あのすいません、もあの一応ね水洗トイレができてる予定だったんですけど、まだちょっと今建設、あの白いやつの裏ですか、こっちで白いところがそうだと思う、あの白いうっすらこう見えてるやつがトイレですか、うん、あれはね今建設中、あその横右側、うん、こっち、うん、そうそうそう、で男があって頼りないわ、ちょっと違うから、そこは好みじゃん、それは好みですね、なんちゅうか、腕がないと色気がない、頼りないのはいらない、色気がないとっていうか色気ってどこに感じるんだけど、男ね、だとそれも個人差なんだよ、いや、それは女から見てるの色気なので、男の人ちょっと興味あるね、この話、あきさん、どういうことか、いやー、確かに、まあ、でももう色気って何ですね、まあ、そういう、まあ、前でちゃんとさ、まあ、でも、まだ気持ちは分かった、コーチが思う男に何なのって、何なのって、聞きたい俺も。